おいおい、お前らこのまま逃げ通す気か？そりゃねえよ、お前ら。3年間一つ屋根の下で苦楽を共にした仲じゃねえか。ベルトルト、お前の寝相の悪さは芸術的だったな。いつからかみんなお前が毎朝生み出す作品を楽しみにして、その日の天気を占ったりした。けどよ、お前、あんなことした加害者が被害者たちの前でよくぐっすり眠れたもんだな。全部嘘だったのかよ。どうすりゃみんなで生き残れるか話し合ったのも、おっさんになるまで生きていつかみんなで酒飲もうって話したのも全部嘘だったのかなあ。お前らは今まで何考えてたんだ。そんなものわからなくていい。こいつの首をはねることだけに集中して、一瞬でも躊躇すればもうエレンは取り返せない。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。誰が好きでこんなことをしたいと思うんだよ。人から恨まれて殺されても当然のことをした。取り返しのつかないことを。でも僕らは罪を受け入れきれなかった。兵士を演じてる間だけは少しだけ楽だった。嘘じゃないんだ、コギーちゃん。確かにみんな騙したけど全てが嘘じゃない。本当に仲間だと思ってたよ。僕らに謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。